ただいまお聞きになっていらっしゃいました音楽はですね、オレンジカウンティフレンドシップコアヤの皆様方のズームによる合唱でございます。これはですね、もう本当に苦肉の策で、昨年はちょうど10周年記念で大々的にイベントをされるつもりだったんですけれども、こういうコロナ禍の中でまあズームで大合唱しましょうということで、ミュージックディレクターの竹下恵子さんが作られた音楽でございます。いかがでしたでしょうか。今日はですね、ゲストにそのミュージックディレクターの竹下恵子さんが私とお話をすることになっております。この10年間、もう今年で11年目になりますけれども、10年間のいろいろ苦労話、楽しかったお話、全部お話を伺いたいと思っております。恵子さん、ナイスミーチュー。ナイスミーチュー。今日はお招きくださいましてどうもありがとうございます。いいえ、もうなんて素晴らしい歌声でしょう。感動です。ありがとうございます。Zoom でよくもそこまでできましたのね。はい、ここまでたどり着くにはかなりかかりましたけれども、やっぱりただ練習するっていうだけではなくて、このようなものにちゃんとした演奏になって残るっていうのは皆さんのやりがいにもつながりますし、ここまでできたことは本当に嬉しいことだと思います。最初始めた時、Zoom で練習を始めたんですけれども、このコロナでみんなが集まれなくなって、で最初は録音練習だけだったんですね。で皆さんにビデオを、練習のビデオを送って、それを見て練習をして、週に1回いつものように集まれればいいんですけども、皆さんご家庭から Zoom を通して練習をして、でしばらくそれを続けて、今度は本当は最初からこの Zoom の合唱をしたかったんですけども、いきなりは難しいということで、最初は録音だけでミックスをして、で皆さん大変それで喜んで、一人で歌うよりはやっぱり合唱の方が楽しいですので、でその次はメンバーの中にこうやってこのミックスはできるなんだしてくださる方がちょうどいらして、で今度は静止画像で皆さんの歌を載せて作ったんですね。でそれでも皆さんまた一つ大喜びをして、それでじゃあ次は動画にしてみましょうっていうことで、皆さん集まった時にそのズームでお顔動画を映して、でそれで皆さんの録音をそれにミックスをして、ズームの合唱が出来上がりました。Zoom ってややもすれば、なんていうかな、ずれたりとか、音声がずれたりとか、そういうことも十分考えられますけれども、先ほどの曲を聴かせていただきますと、一つもそれを感じることができませんね。なんかこう、神の手でこううまくミックスしたりとか。ありますか。これは本当に最初は試行錯誤で、まず皆さんが、はい、こういうテクノロジーに慣れてるわけではありませんよね。ですので最初にZoomに入るだけでも大変みんな私も含めて大変苦労をしました。抵抗ありますでしょう。はい、抵抗ありますね、やはりね。でもこういう時ですから、もうやらなければ仕方がない、もう本当に皆さんこれしか手段がないわけですから。しかも10周年記念っていう10周年っていう節目を迎える年でもありますしね。そうなんです、ね、なんて皮肉なこれも一つの、いい経験だと思って、本当にピンチはチャンスっていう皆さんおっしゃいますけども、こういうことでもない限り、私なんかでもきっとね、もうZoom も何も分からず、 IT のことは何も分からずに過ごしてたと思うんです。でも歌はやりたい、でも方法がない、これしかないって言ったら、これだけみんな頑張れるんだなっていうのが本当に今回経験して思いました。本当に生きてるうちに初めてで、苦くは最後の経験であってほしいですよね。恵子さんね。そうですね。でもだんだん慣れてくると、自分の家うちにいて、こうやって練習もできるっていうことに、味を占めるというか、楽しめるかもしれませんね、皆さん。そうなんですか。はい。でも普通は恵子さん、やっぱり皆さん集められて目の前で、ご自分が指揮なさって、そして大体音声っていうかな、音量を左から右から前からこう聞いて、
こう直していったりとか練習したりするんですよね。はい、やっぱり合唱っていうのはライブなもの、ライブの楽しさっていうのがはあります。で、集まってみんなで歌うっていうのは、自分ができるところできないところ、みんながそれぞれ補い合いながら、でそれからできない人のところを助けながらっていう、それと綺麗になったできた時のなんか感動をその場で共有するっていうのが一番大きな楽しみ方なんですよね。それが今はできない。で、できないんです。できないので、いつかはやっぱり集まって歌いたいと思うんですけれども、今年、この1年ね、去年1年良かったと思うのは、一緒に集まってやるとそのように助けられますよね。一人でやるときと違って。確かに。ところが録音をすると皆さん一人で歌わなきゃいけないんですね。そうすると隠れられない、隠せない。ですので皆さんもね、最初はきっと抵抗がすごくあったと思います。それから録音すれば自分でも聞きますし、あ、こんなに歌を歌ってたんだって皆さん落ち込みながら何度も録音して私に送ってくださって、でまたここはこうしましょうって言って、それを返して、でそういうことはきっとこれは無駄になってなかったと思うんですね、皆さん。で、集まった時にもう一昨年よりも2018年よりも19年よりも20年よりも21年は皆さんがもっと素晴らしい歌が歌えるんじゃないかと今から楽しみにしてます。そうですね、恵子さん、結局昨年の、Zoom のことで結局自分で自分のお家で歌って自分で聞いてて、やっぱり自分の欠点っていうんですかね、ここがずれてるとか、あそこが声出てないとか一番よく分かりますよね。それを練習重ねて、また練習することによって、今おっしゃられたように今年2021年コロナ禍がなくなったらなんて素晴らしい演奏会ができるんだろうって今から楽しみしております。本当に楽しみですね。メンバーさん何名ぐらいいらっしゃいます？今40数名で少しですね。クワイアのグループとしてはやっぱりその理想の人数ってありますか？曲にもよりますよね。やっぱり大勢であれば大勢であるほどダイナミックなものができますし、多い方がいい、楽しい、対局もできますしね、いいと思いますね。それから大勢でなくてもバランスのいい数が理想なんですけれどもね、なかなかそれは難しいところですね。例えば私なんか身の程知らず、例えば恵子さん私も歌いたいんですって言ったら、まず恵子さんの前で1曲か2曲歌ってみて、はい、恵子さんが、はい、却下か、もしくは練習してよろしいでしょうとか、もしくはを何でしたソロでいけますよとかいう風になるんですか？安心してください、ほとんどの方は入っていただいています。ほとんどって、100%、はい、ぜひ歌に興味ある方、それから上手になりたいなとか、歌をみんなと歌ってみたいな、そういう興味ある方はもうぜひいらしてください。大歓迎です。はい、で恵子さんの方でやっぱり発声練習とかいろいろ基礎から教えていただけるんですか？はい、発声も練習もしますし、音も一つずつ本当に1年かけてじっくりやりますので、どんな曲でも大丈夫です。もういつも毎年コンサートをする曲を決めるんですけども、最初は皆さんもう3歩4歩4歩5歩後ろに下がってしまうほど難しい曲を皆さんに差し上げます。で最初は驚かれますが、1年後にはちゃんと皆さん歌えるようになってますので大丈夫です。クワイアの歌声って聞いてる観客から見ればですね、すごいこう迫力を感じますよね。思わずこう後ろこう下がったりして、こう一斉に歌い出した時にですね、人間のその声のなんていうかな、合唱ですね、すっごいパワーがありますね。そうですね、人間が持ってるものでこれだけ自分をもうっていうか表すというか、この体を楽器にして歌うというのは楽しいことですし、大声を出すっていうよりはこの空気を震わせる響き、
これをみんなで集めて、みんなが集まってそのこの、まあ、会場ならその、ね、ホールならホールのこの空気を震わせていく、このその何回この波長の中にいる心地よさっていうのが歌ってても聴いててもその合唱の素晴らしいところですよね。だからライブが楽しいんですけどね。そうなんですよね。今例えば私たちが今喋っててもこのウェーブがありますよね、うん、こうやって伝わっていきますよね、それが40人50人のすっごいウェーブがあっちこっちこう飛んでいきますから、素晴らしいですね。それが本当にライブね、今できないちょっと残念なところですね、うん、でも恵子さんは昔からお歌がお好きでお上手ですか？上手かどうかわかりませんけども歌は本当にもう大好き、それこそ3つの時から好きに勝手に歌ってました。でいつ頃からこう本格的にコーラスグループ作ろう、歌ってみましょう、みんなで歌ってみましょうっていうのは本格的に始められたやっぱり2009年ですか？それまでも女性コーラスをいろいろ作ったりいろんなところでお手伝いしたりして女性コーラスには関わってました。そうですか。恵子さんコマーシャルの後そもそもの恵子さんがそのコーラスグループとか歌の世界ですね、踏み入れられたその日からのお話を聞かせてください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。恵子さんね、コマーシャルの前に3歳の時から歌い始めましたって伺っていましたけれども、やっぱり生まれつきのお歌が好きなのね。そうですね、自然になんだか小さい頃はわけのわからない歌を歌ってたそうですどういう歌を歌っておられたか覚えてらっしゃらないんでしょう、ご両親さんからお聞きになってませんか？例えば歌がとっても上手だったわよとか。そうですね、幼稚園の時なんかにもマイクを握ってソロをしてる写真があったりしますけども、何を歌ってたかは覚えてないんですが、小学校まだ低学年だったと思うんですけども、音楽の時間にシューベルトの野バラっていう歌をわらべやみたいでありますね、あれを聞いて、あれが好きでもうお休み時間の間中歌ってたことは覚えてます。あら、そうなんですか。恵子さん今10秒ぐらい最初の始まりのところちょっと歌って聞かせていただけますか？わらべはみたりの中のば、素敵ですね。です、やっぱりさすがさすが。いやでもこの曲懐かしいですね、小学校の時によく、ね、みんなで歌ってましたよね。習おうと思います。皆さん、ですか。それからやっぱり小さい時に好きだったことを大人になってもどん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 やっぱり好きになって追求していきますよね。そうですね、やっぱり好きなことがあるっていうのは嬉しいことですね。自分が何が好きだ、何がやりたいっていうのがはっきりするっていうのは私にとって音楽があるっていうのは幸せなことだったと思います。それで小学校、中学校、高校、いつでも多分学校で園芸会とか園遊会とかいろいろありますけれども、きっと恵子さんもあっちこっち一生懸命歌っておられたと思うんですけれども一生懸命歌ってました一生懸命。それでそのじゃあアメリカに来られてまた歌い続けるということですよね、きっとね。そうですね。このオレンジカウンティフレンドシップコアエって、もちろんオレンジカウンティなんですけれども、その前はどっかで歌っておられたりとかグループコーラスグループ作っておられたんですか？日本でも女性合唱のグループを教えてましたけども、こちらに来て最初にコーラスを作ったというか担当し関わったのがJBAでありますね。JBA に昔婦人部というのがありまして、ありますね、はい、でそこが毎年春それからクリスマスシーズンに敬老ホームの慰問をしてたんですね、はい、でその婦人部の中にそのコーラスがあったの、にわかコーラスなんですけども、その慰問をするのに歌を歌おうっていうのでコーラスをするんだけども、ちょっと指導というかまとめてくれないかっていうお話があって、でそれでコーラスにかに関わりました。でそれが始まりでまずパセダナの方で、
一つコーラスを作っていって、で あとはまあいろいろ今は、複数コーラスをやってます。はい、はいはい、そうなんですか。それからオレンジカウンティの方へ。オレンジカウンティに移って、そ の, あ の, オレンジあの今の OCFC、 あのこのクワイアはもともとは2009年に日系の団体でやった大工の合唱のコンサートがあったんですけども、ディズニーホールでした。それも JBA の方が主催されて、その時にはダウンタウンとサウスベイ、オレンジカウンティ3カ所に分かれて練習したんですね。でその時のその大工を練習したのがとても楽しかったっていうことで、その時に参加された方たちがここでコーラス、ね、合唱団をなくしてしまうのはもったいないから、何かの形で続けたいっていうことで、そのままはそれ名前をまた新たに OCOC オレンジカウンティフレンドシップクライアーと名前をつけて続けて活動することにしたんです。そうですか。その大工の時は何名様で歌っておられたんですか。100何十名ですね。ステージにそれこそ乗り切らないほど、大勢でしたのでね。オーケストラはどこのオーケストラですか。オーケストラは日系、日系 の, ベノワさんが振られて、ありました、エーシアンアメリカンシンフォニーオーケストラですね。そうです、はい、そうなんですか。それ公演1回だけ。1回だけですね。その後はダウンタウン の, また私たちの同じように大工で歌ったグループが作ってらっしゃる、LA 大工という、グループがあるんですけども、そこが主催されて、一昨年だったかまた大工を皆さんで歌いましたね。そうですか。それと私存じ上げるのはトーランスサウスベイに男性の、はい、グリークラブっていうんですか。はい、ありますね。はい、そのグループとも一緒に皆さん数年そちらにも関わらせていただきました。そうですか。いや今ね、恵子さんがふっと大工の話をされましてですね、日本人は割と年末には大工を歌ってね、で一年一年くくりをしますけれども、このロサンゼルスは、今おっしゃられたディズニーホールの大工と、今から26年前私がハリウッドボールで、はい、大工だけのような気がしますけれども、もし聖子さんへの、私の方からのリクエストですけれども、できれば日本人、本当にこの日本人コミュニティで日本人だん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 少なくなりましたから、すごい寂しいんですよね、一時に比べてね。そうですね、はい、できれば聖子さん今年の2021年、本当に、ね、苦難を乗り越えて喜びを迎える年ですよね、今年はね。そうですね、そうでなければいけないんですよね。で、本当にまさしくそういうニュアンス、そういう意味の曲ですよね。本当にそうだと思います。もう日本人の方たちに力は、ね、与えられるような歌が歌えるような機会を持てれば素晴らしいことだと思いますし、また日系の人たちが集まってね、こういうことができると素晴らしいと思います。本当にこの南カリフォルニアのいろんな人種のルツボでいろんな人種のグループがたくさんあちこちあります、みんな元気がいいですよね。なんか日本人となるとしょぼしょぼんとなって、姿も見えない、声も聞こえない、いるのかしらって感じで、すごい悲しく思います、いつも。そこでですね、恵子さん、私の方からのお願いなんですけれども、はい、一つ日本人日系人の大合唱の大工のコーラスグループ作って、毎年毎年アメリカ人に他の人種の人たちに、ところであれドイツ語で歌うんですよね、皆さん。ドイツ語ですね。ですよね、だからこれをね、ぜひね、アメリカ人に、日本人は大工をドイツ語で歌いますって、こんな感じでね、やりましょうよ。ね、できるといいですね、本当に実現したいですね。私真っ先に手挙げてテストにパスしたら歌わせてくださいね。もうこの面接で OK です。ありがとうございます。裏口入門で入学ですね。いや、なんか考えただけは楽しいですね。だって2020年1年間みんな苦しかったものね。本当に本当にそうでしたね。だから今年はね、本当に歓喜の年に
してしまう、しないと嘘ですよね、うん、本当にそうだと思います。あの苦労が報われる、皆さんのね、あの去年の苦労が報われるような年になるといいですね、うん、それにはやっぱり歌声で表現するのが一番いいのかな。まあ踊ったりするのもいいんですけれども、うん、歌声の方がさっきのあのウェーブでどん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 こう遠いところまで行きますもんね、うん、踊りだと目の前のとこしか見えないから、なんてみんなで踊るのもいいですけどねあ、そうですね、でも大工の曲は踊れませんよね、まあ、兵隊さんたちが行進する時のあの部分だけですよね、まあ本当に皆さんとね歌えるとあのいいと思いますね。ぜひぜひ楽しみにしております。はい、もう今年も始まったばっかりですから、あともう11ヶ月と、27日ありますから、ぜひぜひやりましょう。はい、で、まあ多分、まあ、今年はですね、あのもうズームはメイビーもしかして最初の何ヶ月かまだズームかもしれませんけれども、そうですね、いずれは、ね、元の生活にも戻ると思いますけれども、今までそのコロナの前では恵子さんたちどこで練習されるんですか？あのアーワインの、あのアーワインの中にありますあのヤマハさんのホールを借りして、ありますね、はい、はい、あります、はい、そちらであの毎週集まって練習してました。そう、そしたらあのトーランスの方とかあのパサニーの方もみんな車運転して練習に来られるんですか？それとこれは全くオレンジカウンティだけ？これはオレンジカウンティの方が多いですね。以前はあの LA の方からサウスベイの方からあのいらしてた方がもうありましたけども、やはりあの練習が夜ですので、あ、 なかなか、あの長く通ってくださった方もあります。本当に ありがたいことに。でもなかなか LA って、ね、広いですので ね、 そ、 うですね、それが、それからあの交通機関、公共交通機関がありませんし、あのなかなか遠い方は難しいと思います、うん、確かにね、そうすると各地域でそれぞれあのミュージックディレクターがおられて、その部分その部分だけ練習してトレーニングして1ヶ月1回とか2ヶ月1回合同で練習するということになるんでしょうかね。あの例えば大工を、ね、皆さんであの大勢でやるっていうなると、あの、はい、2009年にやったように、うん、あの3カ所ぐらいに分かれて、あの練習をして、あの集まって、最後に集まって練習すると、あの大きなものができると思います。そうですか、ね、まあまあ、今のところ今ね私の手元にもありますのオレンジカウンティフレンドシップコアイですが、これ全く10周年記念 の、はい、あの10周年ですよね。あの、一応10年終わったので、はい、一つあの、その当時 の、 あの委員長さんがぜひ作ろうじゃないかということで、作って、これをあのまた委員をね、あのボランティアであのメンバーの方たちが集まって作りました。これを見てますとね、皆さんのご苦労がですね、1ページずつ1ページずつ見えましてね、一言で10年とはいえ、そんな10年じゃこれ100年の苦労です。私がね見とれてしまってね、まあ、皆さんのご努力と力とあの夢と全てがみんなこの一冊の中に入ってますね、感じますね。本当によくあのこれだけたくさんやってきたんだと思います。皆さんが、ね、頑張られたと思います。ですし、まあ、こうやって見返すと、どちらかというとやっぱりあの大成功っていうことも、まあ、あんまそんな大成功はそれほどはないですけども、どちらかというと、あの失敗した時のことの方が楽しく思い出されますね。こういうものを見ると、あの時はこんなこともあったっていう、今であの笑い話になりますけど、その時はがっかりしても、あのそういう時の方があの思い出には残ってま す、 そうですね、まあ、何しろ失敗は成功の母っていう言葉があるぐらいですからやっぱり良かったですよね。今週どうもありがとうございました。ありがとうございました。引き続きこの中の一つずついろんなお話を聞かせてくださいね。はい、お願いします。ありがとうございました。